ということで今日は組み立て動画というかですね、首の修行です。底辺 YouTuber なのでまだまだ GoPro というですね最先端機器が買えないため、家庭用のハンディカムをヘルメットにつけて撮影をしています。撮影していたところ結構皆さんの反応が良かったので、組み立てもやってみようかなという感じで撮影を始めました。ところがですね、最近のハンディカム軽くはなっているんですが、所詮ですね手で持って軽いっていうぐらいの軽さなんですよね。なのでヘルメットにつけて頭に乗せるとものすごく重いです。まっすぐですね立ってる時はなんとかなるんですけども、下を向いた時なんかの負担がもうかなりすごいことになっておりました。確実にですね僕の首を取りに来ている感じですね、このハンディカム。しかしですね、僕にも底辺には底辺なりの意地がありますから、撮影を始めた以上もうやめることはもちろんありませんでした。まさにカメラを止めるなの精神ですよ。ですね、予想通り撮影終わった後首に変な違和感今も残っているっていう状況ですね。で今回は、皆さんにこう組み立てている手元を見ていただこうという趣旨なんですけども、やはりというかなんというかですね、見ていただいた通りうまく撮れていません。撮れていないんですね。撮影前に位置の確認や、ヘルメットが動かないようにとかいろいろ工夫はしてみたんですが、撮影中ですねどんな風に撮れているかっていうのが確認できませんでしたから、こんなことになってしまったんですね。いやもう本当何やってんだろうなっていうところも数多くあるんですが、完全な企画倒れ感っていうのも本当あるんですけどね、撮った以上はもちろん使わせていただきます。ごめんなさい。そんなこんなでですね今回ちょっとカット多めになってます。でもですね冷静に考えてみたんですけども、あまたある自転車屋さん、全国にある自転車屋さんの中では僕そんなに組み立て上手な方ではないはずなので、僕にあるとすれば、動画にする勇気、それだけなんですよ。それだけなので、助かった疑惑があるっていうのも確かではあるんですね。ということで、こんな動画ですが、楽しんでいただければというふうに思っております。でですね、今回組み立てているのは、あのメリダさんのビッグセブン 20MD になります。今人気のマウンテンバイクですね。メリダさんの入門者向けっていうことになってます。最近のマウンテンバイクブームほんとものすごいので、種類を増やしてみようというふうに思って仕入れてみたんですが、どうですかね、結構かっこよくないですか？僕カタログではそんなワクワクしなかったんですが、現物はちょっとおっと思ったんですよね。うちみたいな田舎だと同じものを売りすぎるとですね人と被るのが嫌っていう方が被りやすくなってしまうという面があるので、定番ではなくブームの間っていうのはですねちょっと仕入れるのが怖いっていうところがあるんですね。今お付き合いのあるメーカーさんの商品はある程度決まった数は売れないといけないとかいうこともあるので、やたらと付き合いを増やしてですね自転車の種類を増やすということもできないので、今お付き合いのあるメーカーさんの中から売れる商品を探すってことになるんですが、ですね車種やカラーやサイズいろいろあるから難しいんですよねこれも。で今回メリダさんを選んだのは、予想としてですね今年のオリンピックで荒城選手が大活躍してくれる、その大活躍によってメリダさんブームが来るんじゃないかというのが僕の予想なんですよ。ですね荒城選手はロードバイクの選手なので、メリダさんブームが来たとして一緒にマウンテンバイクが売れるのかというのはちょっと疑問なんですけどね。まあそれにしてもですね、入ってきた商品はかなりいい感じだというふうに思っております。もちろん自転車紹介動画もアップしますし、最後に気まぐれクックさん風ですね、写真も撮ってますので、ご期待ください。皆さんに気に入っていただけると本当に嬉しいです。今回、他の動画とですね、見比べていただくとわかるんですが、ブレーキの調整とかにね、ちょっと時間がかかってるんですよ。これ、業界の闇だと思うんですが、はっきり言ってですね、買いやすい商品ほど、低価格な商品ほど、こういうブレーキとか切り替えとかですね、ほんと取り付けとか調整が面倒なんですよね。やっぱ高級な部品の方に入る油圧ディスクなんてですね、細かい調整がないので、取り付けたらほぼほぼ終わりなんですよね。確かに油圧ブレーキは空気を噛んでたりとかあれば、油を抜いたりなどの作業はもちろん必要ですし、プロショップさんとかだとですね、グリスアップとか、油のそういったことは初めからやってるよというようなところもあると思いますので、一緒じゃんっていうことはあるかもしれませんが、僕的にはですね、油圧の方が楽なイメージっていうのはあるんですよね。メカニカル、ワイヤー引きはですね、ほんと細かい調整も必要なので、外れを引くとびっくりするぐらい時間がかかります。今回のプロマックスさんのブレーキは本当に素直ないい子だったので、もう一瞬で調整が終わったんですよ。本当ブレーキってこのぐらい素直な子がみんなだったらね、嬉しいんですけどね。しかし、今回の姿勢は本当地獄でした。もう上向いたり下向いたりですね。いろいろあったので、腰が悪いのはですね、ぼちぼち慣れてはいるんですが、基本的に肩こりとは無縁な人間なはずなのに、撮影が終わった瞬間からですね、首と肩にすっごい違和感爆発だったんですよね。やっぱり、年寄りが無理したらダメですよね。日頃の鍛え方が足りないだけかもしれませんが。ですね、こういった感じでやってきましたが、ベル付けとかですね、どうでもいいところは上手に撮影できてたなっていう感じがありますよね。ある意味僕ってこういう運だけは持ってるんですよね、ほんと。最後にギアの調整ですね。今回はゆっくり見ていただこうと思います。